おはろくたんです。はい、今回はですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かると思うんですけども、 MX9 にね、唯一勝てる SMG を教えますということでね、早速紹介していきたいなと思います。でね、 MX9 のねステータス、まあこちらね見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、ダメージがね30とまあ高いですよね。まあ30って言っても、まあ3発キルはねできないので、まあ4発キルなんですけども、まあ、ダメージがまず高いと。で、連射速度もね86で、まあ SMG の中でも、早めな方ですね。連射速度86で、機動性が111で、まあレレレとかね MG の移動速度が速いので、機動性もめちゃくちゃ高いというのが、まあ MX9 ですけども、他のねこういう銃を見ていった時に、まあ正直 MX9 にね勝てる銃ってなかなかないんですよね。で、まあこうやって見ていった時に、唯一勝てる銃ってのがこれなんですよ、フェネック。まあ、フェネックね、今これダメージ23ってなってるんですけども、まあダメージの射程距離をね、アタッチメントに伸ばしてあげれば、まあ25ダメージになって4発キル取れる銃なんですけども、まあやっぱりこの連射速度111っていう数値がめちゃくちゃこれが強くて、まあ他の SMG だと、まあ他で言うと、まあ MSMC とかね、連射速度すごい速い銃なんですけども、これでも92と。まあやっぱり MX9 に勝つためにはもう連射速度で勝つしかないんですよね。まあ連射速度が速いと、まあダメージでは劣っていても、まあ劣っているって言ってもね、MX9 も同じ4発キルで、まあフェネックもね、4発キルできるということで、同じね、あのダメージ数だったらね、もちろん連射速度が、速い方がね、もちろんキルスピード、まあ、キルタイムも早いということで、今回ねフェネックの最強カスタムを紹介していきたいなと思います。ではね、早速ガンスミスの方いきます。はい、マゼルモノリシックサプレッサー、サイトクラシックレッドドットサイト、ストック、ストックなし、アンダーバレル、レンジャーフォアグリップ、弾薬拡張マガジン A となっております。まあ一応プロとしてね活動していた時に使っていたカスタムで、まあモノリシックサプレッサーでねダメージの射程距離を伸ばしていまして、まあストなしはね結構つける人つけない人ってね結構分かれるんですけども、自分はストなし派ですね。で、アンダーバレルはレンジャーフォアグリップをつけていて、縦方向の反動、エイム時の弾のばらつきで横方向の反動もね抑えられているということで、まあ、デメリットはね、このエイム時の移動速度とエイム速度がかなりデメリットで下がってしまうんですけども、まあ、このデメリットを補うためにもストックなしをねつけています。で、弾薬はね拡張マガジン A で、まあ、なんといってもね、もう一番もう必須級、もうフェネックに必須のアタッチメントはこちら、ドットサイトですね。まあ、フェネックね、アイアンサイトがめちゃくちゃ見づらくて、まあもう見づらいのね、知ってる人多いと思うんですけども、この丸型のアイアンサイトといいますか、これね、敵をね、もう見失っちゃうんですよね、近距離とか、敵をね、撃っている時に敵を見失っちゃうし、なんだろう、やっぱ敵が狙いづらいっていうのはね、だいぶ、なんだろう、キル速とか、まあ敵を倒すっていう上でもね、だいぶ邪魔なものなので、ドットサイトはね必ずつけます。はい、でこちらね、ミシックとか、サイト付きのねフェネック持ってる人は、はい、こちらのカスタムですね。まあ、さっきのサイト付いていた部分を外して OWC レーザータクティカルにしております。こちらはね、はい、これ、メリットデメリットがね見えるんですけども、まあ、メリットはねかなり、射程距離、エムジョンの弾のばらつき、エム速度、まあ、縦方向の反動、横方向の反動抑えれていて、まあ、デメリットもねかなり少なくできているので、まあ、こちらのカスタムめちゃくちゃ強いのでおすすめです。で、サイト付きだとね、やっぱりエイム速度だったりエイム時の移動速度がねこのように下がってしまうんですけども、あとエイム時の弾のばらつきかがね悪くなってしまうんですけども、まあ、アイアンサイトにね使うぐらいだったら、もちろんねドットサイト付けた方がいいので、まあ、ぜひねこちらの、カスタムの方を参考にしてみてください。今回ですね、こちらの最強カスタムを使って、この後ランクマッチのプレイ動画を皆さんに見ていただきたいと思います。その前にね、チャンネル登録まだの方はぜひ今うちにチャンネル登録、動画の高評価してもらえたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしておりますということで、どうぞ。はい、ということでね、ランクマッチの方やってきました。ドミネーションのニュークタウンですね、やっていきたいと思います。さあ、相手に MX9 はいるのか。さっきね1試合行ったんですけどもね、 MX9 にはね結構打ち勝った場面あったんですけども、試合自体にね負けちゃったんで、今ねこれテイク2です。テイク2、いつもだいたい1本目でね動画撮れるんですけど、まさかのテイク2ということでね、今回ばい、今回ばい、今回やばいって。相手 MX9 いるね、999もいるけど、早い早い、早すぎるわ。ス
かるか MX9 はえぇ、あやばい、まずい、ちょっとまずい、ちょっとまずいぞ。ビーゴビーゴ、あぶね、ビーグルヒットはしてるけど、あーダメか。スカルカ MX なんやっぱ多いね。オーケー、オーケー、ギリ B 守った、ギリ B 守ったぞ。毒ガスやめてくれ、毒ガスコンカ投げ物がやばい。キネティック、あー後ろからも来てた、やばい、これ B 取られるか。オッケー、やばいやばいやばい、味方2階でずっと NA で持っちゃってんな、これ。旗行ってほしいな。あ、待って、頑張った。めっちゃ頑張った。今のは勝たなきゃいけないシーンだったな。しかもめっちゃ MX9 に打ち負けてるっていうね。あのね、やっぱり MX9 強いっすわ。MX9 強いっすわ。もう唯一勝たなきゃいけないんですよ。唯一勝てる銃なんですよ、これは。信じてくれよ、俺はキラーじゃないんだよ。すいません、ネタです、そういうネタでした。ナイス、自分ナイス、自分を褒めていこう。2階にいる、2階にいるやつナイス。あー、ジョッカルジ、あーもういじめだ、いじめだ。ニュークは余計ダメだな、MX9 相手に対して余計ダメなとこだな。B ナイス B ナイス B ナイス B、 いやー AM アリーナちょっと、おいバカ下打ちされたぞ、バカ下打ちされてるぞ。 MX9 使っても下打ち恥ずかしいぞ、くっそー、悔しい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 、だがこれでいい。この悔しい思いをね乗せて後半頑張ります。今めちゃくちゃ苛立ってるんで、下打ちされてめちゃくちゃ苛立ってるんで、許さねえぞという勢いで一回ホルガーか。でもこういう悔しい気持ちがないとね勝てないと思うんで。なんか後ろにいるのはなんで、俺は打ち勝った、でもダメでもダメでもダメ。ニュークで2階にいられるとマジで厄介だよな。ナイス、2階倒す、芋が、まあまあまあ芋やれたんで、2階のお芋やれたんで、やばい毒ガス、ナイス、ナイス、やばいやばい、ナイス、また2回いるな、お前、うわークソ、アナイアアナイアで下打ちしてきたぞ、アナイアで下打ちしてきたぞあいつ、あの野郎2回に持ってるだけでよ。よし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 、許さねえ、あぶね、よし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 、
わあ、クソやられた。こんな下打ちしてる余裕があるのかな君には。その下打ちが俺を熱くさせてる。やばい、待って、鬼が暴った。オーケー、やめて、ショッカルジ。くっそ、ナイスビーマオリ、ナイスビーマオリ、でかいでかいでかい。いやー、ビー取られるな。コンカッション、やばい、バレた。いた、あの芋野郎。 OK OK、 OK、ナイスビー、ナイスビー、ナイスビー。よし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 、守れば勝ちだ、守れば勝ちだ。もう1点取りで勝ちだね。そんな下打ちばっかしてっから弱いくせに負けるんだよ。あ、いや、逃がした。はい、オーケー、ジッジー。いやー、気持ちいいね。これはちょっとね、前半で下打ちされたからこそね、強さを出せたわ。ちょっと前半ボコボコにされたけどね、後半 MX9 相手にもね、もうガンガン打ち勝てましたね。さあ、キル数の方は40キル、いいね。下打ちしてきたやつデスリアンということで、まあ、当然の結果でしょう。ジッジー、6ターン、6ターン、タンタン、6ターン、6ターン、タンタン、六ターン、六ターン、ターン、ターン、六ターン、六ターン、ターン、ターン、みんなの六ターン、六ターン、ターン、 SMG の名手、六ターン、ターン、ターン。